デーブ・サミュエルズは、コンテンポラリージャズのグループであるスパイロ・ジャイラと、長年一緒に活動してきたアメリカ合衆国の、ビブラフォン奏者にして、マリンバ奏者。その在籍期間中における彼のレコーディングや、ライブパフォーマンスでは、トリニダード起源の調整が楽器である、スティールパンにおける腕前も反映されている。デーブ・サミュエルズは、イリノイシューを置き意外で生まれた。 6歳でドラムとピアノを弾き始めた。ボストン大学在学中にビブラフォンとマリンバを学んだ。同じくボストンにあるバークリー音楽大学で勉強を続け、ビブラフォン奏者のゲイリー・バートンに指示した。1974年にニューヨークに移る前、バークリーでパーカッションを教えた。すぐにジェリー・マリガン、カーラ・ブレイ、ジェリー・ニーウッドとレコーディングやパフォーマンスを行うようになった。 また、ボストンで彼の主となったデビット・フリードマンとバイブ、マリンバのデュオで演奏し、ダブルイメージという名義でアルバムをリリースした。1979年には、スパイロジャイラでレコーディングを開始し、最終的には1986年にバンドメンバーとなり、1990年代までバンドに在籍した。九百八十年代には、ポール・マッキャンドレス、アート・ランディ。 アンソニー・デイビス、ボビー・マクハーリンともレコーディングを行った。1993年、カリビアンジャズプロジェクトを結成した。サミュエルズは雑誌、モダン・パーカッショニストやモダン・ドラマーのコラムを書き、教本や教則ビデオを作成した。彼は、バークリーとニューイングランド音楽院で教鞭を取った。サミュエルズは、未発表の長期的な病気のため、2019年4月22日に、 亡くなった。スパイロジャイラカリビアンジャズプロジェクトダブルイメージ。ありがとうございます。